んにちは、タクと申します。卓球のタクと書きます。本名はもちろん他にあるんですけど、便宜上タクで通してます。ダバダさんにはいつもお世話になっておりまして、私がサックスを練習して人前で、まあ、発表会以外でこうやって吹くようになったのはもうダバダさんのオープンマイクで寄せていただいて、吹かせていただいてます。まあ、コロナで大変な日々ですが、まあ、こうやって吹けるときにきっちり吹いとこうということで今日もやってまいりました。よろしくお願いします。今回はね、マスターの行為でここから画面が出るというシステムを作っていただきまして、こんな個人でやったら何十万もかかるんじゃないかと思うんですけど、それをやっていただきまして、今回初本舗っていうの、初公開っていうのかな、それでやらせていただきます。最初に演奏させていただくのは、エリック・クラプトンの Tears in Heaven という、知る人ぞ知る曲でして、これはクラプトンの4歳の息子さんが、マンションの上から、ま、事故で、落ちまして、まあ、亡くなってしまったわけなんですけど、でクラプトンはその悲しみを乗り越えるためにこの曲を作ったと言われてます。 Tears in Heaven。
がとうございます。まず画像消えたけど大丈夫。はい、次は、ジャズのスタンダードでミスティという曲がありまして、エロル・ガーナーという人が作曲したんですが、失恋したエロル・ガーナーが飛行機に乗って窓からニューヨークの街を見たら、ニューヨークの街がこう霧にかかってたと。ミスティってミステイクのミスティじゃなくてミストのミスティですね。霧のようなニューヨークの街を見て作った曲と言われてます。ミスティでした。それでは、はい、
ってますか。それではお待たせしました。マイケル・ジャクソン、ビリー・ジーンをやりたいと思います。急にさっきタンバリンを、あの浴衣の美しい お嬢様にお願いしまして、タンバリンをお願いしています。
ありがとうございます。急なお願いにバッチリ答えていただきました。ありがとうございます。ちょっと水分取ります。次はまたしっとりした曲やらせていただきます。You Raise Me Up という曲ご存知ですよね。有名な曲なんで、内容的には君がいるから僕は生きていけるんだよと、そういった内容を朗々と歌った曲です。You Raise Me Up。
がとうございます。幽霊積みアップでした。次は、ルトシアートのセーリングやりたいと思います。これも名曲で、まあ、セーリング後悔という、後悔というのは後ろを振り返る、もちろん後悔じゃなくて、海で後悔に行くわけなんですが、これ前にも言ったんですけど、この後悔の船の行き先っていうのは港ではなくて、天国だと、つまり男の生き様を歌った曲だと、まあ、死に行く男の生き様っていうんですかね、セーリングという曲に込めて、歌ってます。セーリング。
ありがとうございます。それでは最後に一曲やらせていただきます。最後はオネスティです。ビリー・ジョエルの、この曲も意味深い曲でありまして、オネスティってまあ、誠実と訳すわけなんですが、なかなかまあ今の世の中でもなかなか誠実さっていうのは見つけにくい、まあ、生きにくい世の中だと思いますが、まあ、それでも僕は誠実を求めて生きていくんだよという意味が込められた歌です。オネスティです。ありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。